はい、こんにちは、パスマンです。今日はね、明石誠二郎の、前、3つスキル、広告で出てたんですけど、今回はちょっと結構スキルの情報が、見つかったというか、キャラが動いてる動画があったんで、ちょっとそれをみんなと一緒にちょっと共有していきたいかなと思いますんで、ちょっとよろしくお願いいたします。で、もう一回最初からちょっとゆっくり見ていきましょうか。まずちょっと明石がゾーンに入るというか、なんかちょっと光る、おそらくステータスアップの能力が得られるっていうスキルが1個目ですね。で、2つ目にドリブルっすね。もう後ろに影みたいなの出てるんですけど、右手ゴールに向かうみたいな、左手ゴールに向かうみたいなドリブル、このドリブルが明石の基本なんでしょうね。右手まっすぐと、で、そっからの派生がまず右手前手シュート派生っすね。で、左手シュートと、で、次に右手、前行ってシュートと見せかけて、シュートフェイク。で、これは、キセが使ってた、アンクルブレイクですね。で、後ろ下がるやつ。そして、スティール。めちゃくちゃ速いな。でも、これ、高確率で取れそうな気がするよね。そして、左手、まっすぐ行って、パス。のパターンがありますね。ほんで、今ね、バックステップか。あ、ごめん、じゃあ戻ったな。ほんで終わりか。ごめん。とりあえず、今見た感じ、派生、ドリブルを基本にして、派生が多いですかね。派生攻撃が多いって感じですね。はい。明石取ろうと思ってる方には、ぜひさ、この動画ちょっと参考にして、取った時の、戦略とか、使い方とかイメージできたらなと思います。はい、ありがとうございます。またチャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。じゃあ、これもありがとうございます。ではでは。